38年ぶりの日本一を果たした阪神タイガース。優勝パレードが大盛況、大盛り上がりのうちに2023年を締めくくり、選手たちは2024シーズンを迎えようとしています。岡田監督はシーズンが終わってすぐに同じ戦力では戦えないと現有戦力の底上げを打ち出しています。勝って兜の尾を締める岡田監督のもと、昨年より選手層が厚くなりそうなタイガースですが、そんなタイガースの2024年開幕スタメンに名を連ねそうな選手を予想してみましたので、お楽しみください。1番センター近本浩二。2023年成績129試合、打率2割8分5厘、8本塁打、54打点、28盗塁、OPS809。出塁率は3割7分9厘と高水準。長打を打て盗塁もしてくる。リーグ屈指のリードオフマンである近本が24年も1番センターで起用されることでしょう。怪我の影響で出場できない試合もありましたが、出場時には安定したパフォーマンスを披露してくれています。2023年は2021年以来の得点王に輝いており、球団では得点王を複数回獲得したのは86年ぶりの快挙とのことです。また、近本が得点に加え、盗塁を決めた試合の勝率は9割2分9厘と圧倒的な成績を残しており、阪神にとって勝敗を分けるキーマンと言っても過言ではないでしょう。23年は開幕から好調を維持していましたが、例年スロースターターで知られる近本。24年も開幕から好調を維持してもらい、自身初の全試合出場に期待したいところです。2番セカンド中野拓夢。2023年成績143試合、打率2割8分5厘、2本塁打、40打点、20盗塁、OPS692。 阪神にとってやはりこの 1,2 番コンビは外せないでしょう。23年はセカンドにコンバートされて臨んだシーズンでしたが、華麗な守備を何度も見せてくれました。継続して2番セカンドでの起用、さらなる進化が予想されます。23年は見事フルイニング出場を果たした中野。出塁率は3割4分9厘、犠打も21とリーグトップの数字を叩き出しており、近本の次を任される打者として十分な活躍を見せてくれました。1番近本、2番中野の並びは両者に打力、走力があるため、無限大の攻撃の可能性を考えさせられます。24年度は近本から選手会長のバトンを引き継ぎ、球団初の連覇を目指す虎のリーダーとしての活躍が期待されます。また、新年の挨拶で首位打者を目標に掲げており、近本との首位打者争いが見られますね。3番、ライト。森下翔太。2023年成績93試合、打率2割3分7厘、10本塁打、41打点、1盗塁、 OPS691。 2022年ドラフトで1位指名で入団したルーキーイヤー、数字を見ると圧倒的な活躍とは言えないものの、ここぞという場面で安打や本塁打を放ち、チームを何度も救いました。数字以上に活躍した印象でしたね。特に日本シリーズ第5戦、オリックス宇田川から打った逆転三塁打は本当に印象的でした。阪神の外野陣は前川やオフに育成から支配下登録された野口、さらには井上や外国人選手がいて層が厚いですが、まずは森下が3番ライトで起用されると予想します。23シーズン中、不調に陥った際は涙を流し、岡田監督からは葉っぱをかけられたことがありました。今年はこの悔しさを糧に、さらなる成長が期待できます。4番ファースト、大山祐介。2023年成績、143試合、打率2割8分8厘、19本塁打、78打点、3盗塁、OPS859。 阪神の不動の4番です。
大山の2023年を語る上で避けられないのは、143試合すべての試合で4番を任され、99個の四球数と出塁率4割3厘とリーグトップの成績を残した点です。打率、本塁打、打点において派手さはありませんが、自身が出塁し続けることで阪神に勢いをつけてくれました。内野ゴロでもフライを打ち上げてもいつも全力疾走する姿はファンの胸に焼き付いています。試合以外でも練習中も非常に勤勉と言われており、まさに阪神の支柱です。そんな大山ですが、24年も4番ファーストで起用されることは間違いないでしょう。ただ阪神ファンとして一つ懸念点は、24年シーズン中に FA 権を取得することです。契約更改では球団は複数年契約を提示したのに対し、大山はそれを固辞し単年契約を選択しました。これまで阪神に貢献してきてくれた大山ですので、どういう選択を取っても応援したいですが、24年以降も阪神の4番としての活躍を見ていきたいです。5番サード、佐藤輝明。2023年成績132試合、打率2割6分3厘、24本塁打、92打点、7盗塁、OPS837。 6月に大不振に陥り、2軍落ちを経験した佐藤。ネットでは今季の佐藤はダメかという声も多く聞かれた中、最終的には132試合出場ながらチームトップの本塁打を放ち、打点も自身初の90打点台に到達。虎の大砲として役割を全うしてくれました。年俸は6500万円アップの1億5000万円でサイン。4年目の内野手では NPB 史上最高額となりました。二軍落ちを経験した際、コーチからグラウンド外の行動についても指導されることもあり、社会人としても大きく成長した1年だったのではないでしょうか。不調の際は小野寺や渡辺がサードを守ったこともありますが、とりあえず開幕戦のサードは佐藤を起用するでしょう。6番レフト、小野寺弾。2023年成績43試合、打率3割4分7厘、0本塁打、11打点、0盗塁、OPS829。 唯一レギュラーが決まっていないレフトの予想は難しいですが、今回は出場するたびに一定のパフォーマンスを見せている小野寺を6番レフトで押したいと思います。層の厚い外野陣に揉まれ、なかなか出場機会に恵まれなかった小野寺。得点圏打率3割7分5厘、出塁率4割2厘と高い水準を残しており、そのポテンシャルは他球団ならスタメンを取ることができるほどでしょう。また佐藤が不調時にサードを守っており、秋季キャンプでも練習する姿が見られています。24年も佐藤が不調の際にはサードで出場することもありでしょう。レフト候補には前川右京、野口京介、井上康太、ミエセス、ノイジーたち有力候補が多いため、スタメンダッシュはなかなか困難が予想されますが、オープン戦でアピールできれば小野寺の実力ならスタメン獲得は可能でしょう。森下翔太も含め、ライトとレフトは調子が落ちたら他の選手に代わって交代交代で複数の選手が起用されることでしょう。7番キャッチャー、坂本誠志郎。2023年成績84試合、打率2割2分6厘、0本塁打、21打点、0盗塁、OPS543。 2023年シーズン途中までは梅野、坂本の2枚看板でうまく投手陣をリードしました。しかし梅野の骨折による離脱によって、坂本が正捕手として一人で投手陣を引っ張っていくことになりました。ネット上では賛否両論はありましたが、結果的に坂本の素晴らしいリードは日本一の一位になったことは間違いないでしょう。24年の開幕捕手はまず坂本になるのではないでしょうか。24年の捕手構想について岡田監督は、2023年同様梅野坂本の併用を明言していますので、
先発投手によってスタメン捕手を変更していく形になっていくと思われます。8番ショート木浪聖也、2023年成績127試合、打率2割6分7厘、1本塁打、41打点、0盗塁、 OPS653。 2022年シーズン終了時には年齢や成績から戦力外になってもおかしくないと思われた方は少なからずいるのではないでしょうか。小幡と併用され球速を挟むことで安定した打撃成績を残し、恐怖の8番打者として打線を牽引しました。また守備の面でもゴールデングラブ賞を獲得するなど技術は向上しており、中野との固い二遊間ペアを組めたことで守り勝つ野球の要となることができました。そのため24年も小幡ら未来のショート候補との併用にはなっていくかと思いますが、まずは木浪が頭一つ抜けているでしょう。開幕スタメンは木浪が選ばれると考えます。9番ピッチャー村上頌樹、22登板、10勝6敗、防御率 1.75、 奪三振137、ウィップ 0.74。 最後に開幕投手ですが、青柳と村上の二択になるのではないでしょうか。しかし2023年の青柳は立ち上がりの悪さが目立ち、2軍落ちまで経験しており、本来の実力が発揮できないシーズンでした。このことから23年が飛躍の年となった村上が開幕投手になることが定石かと思われます。2軍の帝王とまで呼ばれ、後日談ではなんとトレードまで希望していたという村上、セリーグ最優秀防御率、新人王、リーグ MVP など多くのタイトルを獲得、特に歴史的記録となるウィップ 0.74 は驚異的でした。24年はさらなる進化を遂げ、虎のエースとしてチームを連覇へと導いてほしいものです。控えの選手、前川右京、交流戦で一軍に合流、岡田監督をして前川は戦力になる、速いまっすぐを打てるってことはボールの見極めができてるってことやからな、これからも右投手の時はどんどん使うと言わしめました。打率2割5分5厘、出塁率3割4分6厘とフォアボールをしっかり選ぶこともできました。夏場以降は2軍生活でしたが、自主トレ、春季キャンプで体制を整え、外野争いに参戦することでしょう。野口恭介、昨年11月に支配下登録された野口、持ち前のパワーを見せつける時が来ました。岡田監督をしてリストワークで柵越えできると評価されました。厳しい外野争いですが、類稀なパワーでチャンスをもらえそうです。日本一に輝いた阪神ですが、本塁打数がリーグ5位と課題です。岡田監督は同じ戦力では戦えない現有戦力の底上げをと語っています。野口の長打力に期待がかかりそうです。井上康太、2019年ドラフト2位の期待のロマン砲も24年でプロ5年目、23シーズンは打率2割2分9厘、本塁打0と1軍の壁に跳ね返されました。秋季キャンプの打撃練習では岡田監督からノーステップ打法を評価されていました。 T 岡田も岡田監督から確実性を上げるためにノーステップ打法を勧められ、本塁打王を取ったのでした。それを引き合いにまず率を上げることを進めています。他の人よりパワーがあるのだから、まずは率を上げようと。今年の井上は変わるでしょう。小幡竜平、23年は岡田監督は木浪の強肩に目をつけていましたが、多くの解説者から小幡が正ショートになると予想され、藤川球児さんも小幡を推していて、小幡が有利かと見られていました。小幡は控えに甘んじましたが、47試合91打席で打率2割8分2厘、出塁率3割4分9厘で試合に出られれば結果を出せそうな雰囲気を感じました。オフの小幡は打撃強化を課題の最優先に挙げ、秋季キャンプでも岡田監督から直々に指導を受けました。
打力が向上したらショートや他のポジションでも出場できそうです。糸原健人、近年トレード候補に上がっていましたが、23年の活躍は見事で、トレード放出の話は一旦落ち着いたと見えます。糸原はハートが強く、泥臭く身を粉にしたプレーでチームに貢献する姿が光ります。23年の成績は打率こそ2割3分6厘でしたが、フォアボール9個を選び、出塁率は3割3分7厘、打率より1割以上も高い出塁率でした。糸原は勝利打点に絡むアシストが多い活躍でした。日本シリーズでは7試合に出場、10打数4安打、打率4割の大活躍でチームの日本一に貢献。契約更改では1000万円ダウンの7000万円でしたが、24年オフに FA 権を行使するかが注目されています。モチベーションがアップしていることは間違いなく、活躍が期待されます。ノイジー、守備を真面目に取り組む姿が好印象の助っ人。シーズン当初良かった打撃がだんだんと下降線をたどり、スタメンを外れました。ペナントでの成績は打率2割4分9本塁打でしたが、日本シリーズでは第7戦のスリーランを含む2本塁打で日本一に貢献。アンドリュー・ジョーンズのような活躍を見せました。岡田監督はロッテのポランコにしても2年目にホームラン王を取っていて、ノイジーもその可能性はあると言い、ポストシーズンでの活躍に加え、来日2年目の覚醒に期待する点も残留の決め手となり、他球団への流出を防ぐ狙いもありました。若手選手が苦しむ時に救世主となってくれることでしょう。ミエセス、打率2割2分2厘、5本塁打、16打点でしたが、成績以上の存在感がありました。真面目な性格がチームメイトにも認められ、岡田監督も将来性を買って残留が決まりました。岡田監督はバレンティンを引き合いに出し、バレンティンは泳いだホームランばかりだった、ミエセスもあれだけパワーがあるんだから引きつけて打つ必要もないと、ミエセスの打撃フォーム改造を提案しています。現有戦力の底上げの対象の一人です。以上、2024年開幕スタメンオーダーを予想してきましたが、いかがでしたでしょうか。ご意見ご感想や、あなたの理想のスタメンオーダーがありましたら、コメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日も動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。